スカ完成予想図スクエア、キロメートルアレイは、周合面積1平方キロメートルの電波望遠鏡である。2016年に建設を開始し、2020年から科学観測を開始する予定となっている。スカは数千個のアンテナを並べて、宇宙を観測する電波干渉系である。その名前の由来ともなっている巨大な周合面積と3000キロメートル以上に展開する。 アンテナ群がもたらす高い解像力により、銀河の形成や宇宙磁場、地球外生命の探査などが行われる。スカが観測する電波は、周波数 70MHz から 10GHz である。スカでは、比較的高い周波数の電波を受信するための、ディッシーズと呼ばれる、パラボラアンテナと、低い周波数の電波を受信するためのアパーチャー、アレーズと呼ばれるアンテナ群という、 異なったアンテナが建設される。ディッシーズは、合計15メートルのアンテナ約3000台からなる。個々の望遠鏡の光景は、さほど大きくないが、これにより比較的低予算で、広い視野が得られる。アンテナ群の配置は、建設とケーブル付設などの設置のしやすさ、解像度とコストなどを考慮し、過剰で配置とされ、アフリカ大陸の数千キロメートルにわたって設置される。 アパーチャーアレイは、その中でも低周波な電波を受信する低周波アレイと、それより高周波な電波を受信する中周波アレイとでは、受信機の形状が異なる。これらは、アンテナで電波を反射、就航させてから受信するディッシーズとは異なり、剥き出しの受信部で就航することなく直接受信する。こちらは、中心部から 200km 程度の範囲で設置される。 建設地は2012年、オーストラリア及び南アフリカを中心としたアフリカ地域と決定された。スカの建設地は当初5カ所が候補とされたが、最終決定前はオーストラリアニュージーランドと南アフリカが残っていた。いずれもスカに必要な条件などを満たしており、2012年に建設地選定委員会の投票によって決定することとされた。 最終的に、両候補地とも同じように利点があるとされ、候補の2地域に分散して建設されることとなった。スカの誘致に向けて、2グループともに試験的な望遠鏡が建設された。建設地の決定に伴ってアスキャップは新技術の叩き買いに使われるとされ、ミキャットはスカシステムに取り込まれる予定である。オーストラリア地域は低周波観測を担当し、低周波用。 アパーチャーレイアンテナが設置される。オーストラリアでは西オーストラリア州ジェラルトンの北東3 1 5トルのところにあるマーチソン電波天問台がスカの中心地として立候補していた。オランダの国土と同じ広さにわずか110人が暮らしており、人口電波は極めて少なく、またアンテナの一部をニュージーランドに設置することで5 0 0 0トルを超える。 基線庁を確保することができるとされた。マーチソン電波天問題では、建設地決定前にオーストラリアスカパスファインダーが建設された。アフリカ地域は中周波観測を担当し、ミキャット64機を含むパラボラアンテナが設置される。また、第2機として追加で建設されることになった場合、パラボラアンテナ以外にも、中周波数、アパーチャーレーアンテナが設置される予定である。 また、低周波用、アッパーチャーレイアンテナも第2期計画でアフリカ地域に設置される予定であるトスカのホームページで示されている。南アフリカ共和国が中心となり、ナミビア、ボツワナ、モザンビーク、マダガスカル、モーリシャス、ザンビア、ケニア、ガーナにもアンテナを展開する計画として立候補していた。この地域も人口が少なく人口電波源は少ない。 また気候も穏やかであるため観測条件も良いとされた。南アフリカでは合計13.5メートルのアンテナ64台からナルミキャットの建設が進んでおり2011年最初の7台のパラボラアンテナが完成した。スカでは以下の5つのテーマが主要プロジェクトとして選定されている。ありがとうございます。